皆さんこんばんは、セルジオでございます。今日も一日お疲れ様です。今回の動画は耳で聞いていただけるラジオ系の動画にしておりますので、画面をずっと見ていなくても耳だけでわかるような内容にしております。特に今回は初心者向け方ということで、ウイスキーとはそもそもどういうお酒なのかというテーマについて触れていきます。前回はハイボールって何っていうところを紹介していったんですけれども、このウイスキーってそもそもこう言葉で説明するの結構難しいなとか、他のお酒と違いが分かりにくいなっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。なのでウイスキーに10年ほど携わる、ウイスキーのプロ資格を持つ私から、改めてウイスキーってどういうお酒なのっていうところを触れていきます。特に今回の動画ではウイスキーって何なのっていうお話だけじゃなくて、他のお酒ともさらにどう違うのかっていうところをお話ししていく上で2つの分類方法を紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速内容に入っていきますが、ウイスキーというと皆さんどんなイメージがありますでしょうか。例えばアルコール度数が高いとか、種類がたくさんあるとか、あとはそうですね、結構飲みにくいイメージがあったりとか、なんとなく難しそう、このあたりがね結構初心者の方は頭にパッと浮かぶんじゃないかなと思うんですけれども、私も初めてウイスキーを飲んだのが、学生の21歳ぐらいの時だったかと思うんですが、ウイスキーを初めて飲んだ時はうわアルコール度数高いなというのが正直な印象でした。ただそこからウイスキーにいろんな飲み方があるのを知って、すごく身近に感じたのも覚えていますし、ウイスキーっていう定義とか歴史とかをちゃんと理解いただくと、その面白さとかウイスキーの幅広さ、奥深さというのを感じていただけると思います。ではまずウイスキーの定義なんですが、一応世界共通の定義としましては、穀物を原料としていて、それをお酒に変えて蒸留という工程をして、蒸留というのは蒸すに山水に溜めるという字で蒸留です。最後に木製の樽で熟成する、木の樽で熟成するということですね。これの工程を経たものが一応ウイスキーという定義で言われているんですが、いざねこれだけ字面を並べられても、うんそうなんだぐらいだと思うんですが、これ実はお酒っていうのを2通りの分類方法で分けていくと、ウイスキーという立ち位置がよくわかると思います。例えば皆さん、お酒他にどんなものが思いつきますでしょうか。ビール、それから焼酎、それから日本酒、ワイン、ブランデー、そしてウイスキーなどなど、たくさん世の中にはお酒の種類があるわけですけれども、実は一つはまずお酒の製法で分類する方法と、お酒の原料で分類する二通りの方法があります。まず一つ目の製法についてなんですが、お酒には醸造酒、蒸留酒、混成酒という3種類に分かれています。言葉だけ聞くと少し難しいかもしれませんが、ビールやそして日本酒、シャンパンとかワインっていうのは醸造酒と呼ばれるものになります。この醸造酒っていうのは、お酒を作り出して発酵した後に基本的にはその瓶に詰められるお酒になるんですけど、ウイスキー、焼酎、ブランデー、ウォッカなどは基本的に作り出した後にお酒を作った後、蒸留といってアルコール度数をさらに高めて香りや味わいを濃縮していく工程というのがあります。なので今最初に挙げた醸造酒のビール、ワイン、日本酒とかってアルコール度数が結構近いんですよ。基本的には 10% を切るものが多いんですね。これはアルコールの酵母によって出されたアルコールの大体のパーセンテージというのが基本的には 7% から 8% とか 10% を切るものが多いので、この醸造酒っていうカテゴリーに収まります。この酵母という微生物は目で見ることができないほど小さい微生物、生き物になるんですけれども、この酵母が作り出したお酒をさらに熱を加えて香りや味わいの成分を濃縮し、アルコールを一気に濃縮していくのが蒸留という工程になります。この蒸留を経たお酒というのが蒸留酒、いわゆるスピリッツと呼ばれるお酒のカテゴリーになります。皆さんスピリッツっていうと、こうなんかこう魂とかね、パッと浮かぶかもしれないんですが、このスピリッツっていうのがジン、ラム、ウォッカ、テキーラ、ウイスキーなどなどのものになります。つまりアルコール度数がだいたい 40% を超えてくるものっていうのがこのスピリッツに当たるわけです。蒸留酒ですね。焼酎はアルコール度数が 20% 前後になるので少し度数は低めになるんですが、これはまた別の動画でお話ししていきたいと思うんですけども、蒸留をしているのか醸造で止まっているのか、その違いになるわけですね。醸造で止まっていれば醸造酒、ビール、ワイン、日本酒などになります。そしてウイスキーとかラム、ブランデー、ウォッカなどは蒸留酒と呼ばれるカテゴリーになります。まずこの製法で分けるっていうのが一つ目の分類方法です。皆さんここまでついてこれてますか？大丈夫ですか？そしてもう一つ目は原料で分けるっていう方法です。例えば今挙げてきたお酒っていうのは名前だけ聞くと全部バラバラに聞こえるかもしれないんですけれども、実はね、こう親戚のような関係なんですよ。例えばワインとブランデー、皆さん何の原料で作られてるかすぐ分かりますでしょうか？ブドウっていう答えが
でも出るかなと思うんですけれども、このブドウを原料にして作っていて、かつワインは発酵して醸造酒のカテゴリーで終わってるわけですが、ブランデーっていうのはさらにそこからワインの状態をさらにアルコール度を高めて蒸留酒にしたものを木製の木の樽で寝かせて蒸留酒というカテゴリーで出しているわけです。ではウイスキーの場合はどうか。皆さんウイスキーと同じ原料のお酒すぐ浮かびますでしょうか。まずウイスキーの原料、これは大麦麦芽を使っていくのが基本です。麦と覚えていただければ結構です。この麦を使って作られるお酒、他に浮かぶもの、例えばビール、それから麦焼酎なんかも麦を使ってますね。この同じ原料で見ていったときに、じゃあビールとウイスキーと焼酎の違い、麦焼酎の違い何かっていうのが、先ほどの製造の工程の違いなわけです。ビールとウイスキーって実は親戚のような関係って覚えていくと分かりやすくって、ビールを蒸留するとウイスキー、つまりビールの状態でアルコール度数を高めたのがウイスキーになるわけです。そしてワインの状態からアルコール度数を高めた蒸留酒がブランデー。日本酒はお米で作られてますけども、お米の蒸留酒って何かっていうと、米焼酎なわけですよ。これかなりざっくりとした分類なんですけれども、ざっくり言うとビールを蒸留したらウイスキー、ワインを蒸留したらブランデー、日本酒を蒸留したら米焼酎になると、かなりねこれざっくりした分類になるんですけど、それぞれがこうお互いを補うようなね、親戚のような関係って覚えていただくと、結構お酒って同じ原料で製法が違うからこんだけいろんな種類があるんだなと覚えていただけると思います。皆さん、じゃあちょっとおさらいをしてみますよ。まず2つの分け方があるという話をしました。まずは製法の違いです。製法というのは醸造、アルコールを発酵した段階で終わりなのか、そして蒸留酒っていうのはそこからさらにアルコールを濃縮して取り出しているのか、この違いでしたね。醸造酒はビール、ワイン、日本酒、そして蒸留酒はウイスキーやブランデーや焼酎、さらにはウォッカ、ジンなどのお酒、アルコール度数が高いスピリッツと呼ばれるものがこれです。まずこの2つをね、覚えていただく、カテゴリーの違いを覚えていただくだけでも十分お酒の識別というのができると思いますし、あとはもう一つの目の分類方法が原料による違いでしたね。ブドウによって作られるお酒はワインやブランデー、麦によって作られるお酒はビールやウイスキーや麦焼酎などなどの紹介をしてまいりました。この原料の違いと製法の違いだけでも、ウイスキーっていうのはビールと同じ麦の原料からアルコール度数を濃縮して作り出したアルコール度数が高い蒸留酒、スピリッツなんだなっていうのを覚えていただければ、もうね十分初心者から抜け出せるのかなと思います。なかなかこうウイスキーってね、銘柄が多かったりカタカナで羅列された名前がすごく多いんですよ。グレンなんとかとかね、種類が多いので迷ってしまうと思うんですけども、まずはウイスキーでお酒がどんなカテゴリーにあるかというのをぜひちょっと気にして覚えていただければと思います。今回はね、このだいぶシンプルなウイスキーってそもそも何なのっていうお酒の話からさせていただきました。ウイスキーはハイボールから、それからそのまま飲んだりとか、氷を入れてオンザロックにしたりとか、一本のお酒の中で温度を変えたりとか、アルコール度数を変えながら楽しむことができる非常に幅広いお酒になりますんで、ぜひこれからのこのウイスキーのラジオ動画でですね、初心者の方に向けてウイスキーの楽しさ、面白さというところをお伝えできればと思います。では今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。他の動画ではハイボールの作り方や家飲みの楽しみ方など、お家でお酒を楽しむ、そういった方に向けて動画を出しておりますので、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。また面白かったよとか参考になったよって方は、グッドボタンも押していただけると、画面を閉じる前に押していただければ明日の動画のモチベーションになりますので、ご協力をぜひお願いいたします。それでは今日はこのあたりで終了いたします。ありがとうございました。またねー。